腕時計を見ると時刻は夜の8時を過ぎていた。娘と夫も自分たちで食事の準備をすることはないので、私の帰りを待っているはずだ。リビングに入ろうとすると、ひときわ大きな声で娘のリナが笑いながら話すのが聞こえた。今時服を作ろうってまた売るなんて貧乏くさいっての。テレビか何かを見ているのだろうか。まさか自分のことを言われてるとは思わなかった私は、次の夫の声を聞いて全身の血の気が引いた。美和もな、こだわりが強いっていうか、なんか勘違いしてる節があるよな。どうやら私と友人の美和の話らしい。その場で固まってしまった私は、聞きたくもない会話を聞かされる。二人の会話は私と美和をこき下ろす内容ばかりで、目の前がチカチカしてくる。その場にへたり込む私に、愛犬の小太郎が寄り添ってくれた。二人の話はまだまだ続き、小太郎が雑種だの使い古しだの、母の形見である私のミシンも一緒に捨ててしまおうかなんてことも聞こえてきた。不意に私は立ち上がる。何も言わず小太郎を引き連れ、気がついたら家を飛び出していた。どこへ行こうというのだろう。自分でもわからない。小太郎が心細げに泣いた。このまま何事もなかったかのように家に戻れるだろうか。いや、そんなことできるはずがなかった。あの二人が私たちのことをバカにしていることだけは分かった。そんな二人が待つ家になんて帰りたくはない。そんな惨めな思いはしたくない。この日から私がその家に戻ることはなかった。私には大切にしているものがいくつかある。その中の一つ、母の形見である足踏みミシンは一番の宝物だ。母はこのミシンで私にたくさんの洋服を作ってくれた。そしてそんな母のようになりたくて、私は自分の娘にも洋服を作ってあげていた。娘のリナは私が作った服を気に入って着てくれていたのだが、それも昔の話。高校生になった今、私の仕立てた服を着ることはほぼなくなってしまった。昼下がりのカフェで、私は友人である美和に愚痴をこぼしていた。昔はお母さんの作った服が一番好きなんて言ってたのにさ、今や私のミシンを踏む姿を見て、おばあちゃんみたいとか言うのよ。まあまあ、ゆりえだって同じようなこと言ってた時期もあったわよ。美和とは高校からの付き合いだ。たまに自分でも覚えていない昔のことを掘り返される。そうだったかしら？とぼけてテーブルに置かれているアイスコーヒーを一口飲んだ。笑いながら美和は私が修繕した服をくまなくチェックしている。服飾科の高校を卒業し、美和と私は同じ服飾の大学へと進学した。今進むべき道は違えど、私たちが親友であることに変わりはない。うん、さすがゆりえ、完璧ね。美和にそう言われて安堵した。私の修繕した古着が美和が営むセレクトショップに並ぶのだ。大学卒業後、美和は大手のアパレル会社に就職をした。そこで販売や経営のノウハウを学び、独立したのだ。りなちゃんももう高校生なんだし、ゆりえもそろそろ私と一緒に動いてほしいんだけどな。納品を終えて、今度は美和がぼやく。毎回言うけど、私のは仕事じゃなくて趣味レベルなんだって。美和からの修繕依頼もちゃんとできてるか、いつも不安なんだから。美和はつまらなそうに、はいはい、わかりましたよ、と返事をした。そこからいつものように、近況報告や世間話をした後、私たちは別れた。一人で歩く帰り道、昔のことを思い出す。高校、大学時代のこと。毎日課題に追われ、切磋琢磨していたあの日々。卒業後、繊維メーカーに就職した私は、特に服を作ることもしなくなった。父を早くに亡くし、母と娘とで生きてきたが、その母も私の大学卒業前に帰らぬ人となった。一人で慣れない環境での仕事に精一杯だったのだ。数年後、同じ会社の先輩と結婚し、リナが生まれた時、家族の大切さを改めて実感した。母が私にそうしてくれていたように、私もまたリナに服を作るようになった。母が残してくれた足踏みミシンで。小さい頃は素直で可愛かったのに。家に到着し、リビングのソファーでゴロゴロしながらテレビを見ているリナの姿を見て、私はため息をついた。ゆりえも同じようなこと言ってたわよ。昼間、美和に言われたことを思い出す。私も母から見たらこんなにぐうたらな娘だったのだろうか。それならば母の愛はやはり偉大で、私はその足元にも及ばない。あれ、帰ってたの？やっと私の帰宅に気がついたリナだが、寝そべったまま動こうとしない。少なくともここまで私はぐうたら娘ではなかったはずだ。そう自分に言い聞かせ、私は夜ご飯の支度をすることにした。ただいま。夫の幸男が帰ってきたのは22時を回っていた。リビングのソファーに座るリナの隣に腰を下ろすと、ネクタイを緩める。おかえり。リナはスマホをいじりながら声をかけた。私が晩酌の準備をしている間、二人はテレビを見ながら楽しそうに話していた。仲のいい父と娘だが、幸男とリナに血のつながりはない。リナの父親を事故で亡くしたのは、彼女がまだ2歳の時だった。前の夫を亡くしてからしばらくは美和の紹介で洋裁の仕事を回してもらっていたのだが、そこで知り合ったのが幸男だった。リナは人懐っこい子だったので、幸男にもすぐ懐き、私たちが再婚するのに時間はかからなかった。いつまた大事な家族を失うことかとビクビクしていた私だったが、幸男の能天気さと図太さに触れるうちに、どこか安心感を抱くようになっていったのだ。この人はちょっとやそっとじゃ死なないと思わせるほど明るく快活な性格に私は救われた。そして思った通り、私の幸せは今でも続いている。あ、この子が着てる服可愛くない？テレビに出ているタレントの服を見て、リナが幸男に尋ねる。これは今年流行ると言われてんな。父さんの店でも入荷してきてるぞ。幸男はプチプラで有名なアパレルの店舗で店長をしている。やっぱ、売り切れる前に買ってきてよ。他愛もない父と娘のやりとりだが、私はうんざりしていた。幸男とリナが真新しい流行りの服を好むのはいい。だが、シーズンごとにすぐに処分してしまうのが私には理解できないのだ。まだまだ着ることのできる服なのに、新しいものに目を奪われ、気に入って買ったはずの服がすぐに入れ替わる。私は気に入った服を何年も着続ける。少しデザインが古くなったり、ほころんだりしたものは自分でアレンジを加えて修繕したりもする。逆に私の服の扱いに対して、幸男にもリナにも古臭いと思われているのは分かっているので、私も二人の服の扱いには口を出さないようにはしてるのだが。リナは本当におしゃれさんだな。幸男はリナには甘く、この調子だとまたたくさん服を買ってくる。あなた、リナ甘やかしすぎないでよ。リナも自分でアルバイトして買ったらどうなの？私がはしゃぐ二人に告げると、急に会話が止まる。いいじゃん別に。親なんだから子供の服くらい買ってよね。そうだよ。リナぐらいの年の子はたくさんおしゃれをしたいもんなんだよ。それくらい理解してやれよ。急に私一人が悪者かのように二人からまくし立てられ、私は参ってしまった。これ以上何を言っても二人の耳には入らないだろう。ほどほどにしてね。そう言い残してリビングから離れると、背後からまた二人の楽しそうな声が響いた。なんだかとても虚しい気持ちになる。だが寝室で丸くなっていた愛犬の小太郎の寝顔を見て癒された。小太郎は私の味方よね。そうつぶやいてみたが、小太郎は首をかしげるだけだ。再び生まれた虚しさを胸に、私は小太郎と眠りについた。ある日、私は美和のオフィスを訪ねた。美和が海外で買い付けてきた古着の修繕が終わり、その状態を確認してもらうためだ。私が修繕した服を隅々まで舐めるように見る美和。彼女は私が友達だからといって何一つ妥協はしない。私もそれを分かった上で納品に挑む。数が少ない時はカフェで話をしながらなんてこともあるのだが、今回は数が多いのでオフィスまで来た。そこかしこにたくさんの段ボールが積み上げられている。初めて来た時には倉庫と間違えたほどだ。奥には美和のデスクがあり、その手前には来客用のテーブルと椅子がある。どれも美和がアンティークショップで選んだものだ。そのセンスは学生の頃から変わらず、私の憧れでもあった。これとこれは OK かな。こっちのスカートはもう少しアレンジ加えてほしいかな。厳しいチェックを全て終えた私は安堵のため息をつく。なんかあった？美和は鋭く目を光らせる。え？とりあえず一段落のため息を。またすぐ直して連絡するわ。美和の鋭い視線から逃げるように、私はさっさと再提出の服をバッグに詰め込んだ。今回の出来上がり、ゆりえらしくなかったな。美和は自分のデスクから封筒を取り出し、私に手渡す。私が手がけた服の修繕費だ。今回は時間もかかったし、期待に添えないものもあったからもらえないよ。受け取るのを拒んだ私の手に無理やり封筒を握らせてくる。私はね、あんたの腕は落ちてなんかないって思ってるの。今度はキラキラした瞳で私の目を見つめる。落ちてるどころかプロの域なんだよ。だから技術量もちゃんとプラスしてるつもり。美和が目を輝かせる時は仕事をしている時だと私は知っている。私の腕を認めてくれて、申し分ない報酬まで渡してくれるのは、ただ単に私が友達だからじゃないということも。そうだ、ゆりえに見てもらいたいものがあるんだった。帰ろうとする私をわざと無視するように、美和は一つの段ボールから何かを取り出した。手彫りの馬？いや、ロバだろうか。手のひらに収まるくらいのその置物はアフリカの露店で観光客向けに売られていたものだという。雑貨に関してはゆりえの方がセンスがあると思ってさ。どうかなこれ。そうね、正直な感想を述べる。そうして私は次から次へと出てくる雑貨に一つ一つ評価を下す。この時間が私は好きだ。そして気がつけば、いつもあっという間に時間が過ぎ去っているのだった。ふと窓の外に目をやると、とっくに日が暮れていた。美和、ごめん、もう帰らなくっちゃ。美和もふと顔を上げ、オフィスの時計を見て驚く。こっちこそ、こんな時間まで引き止めてごめん。でも参考になったよ。ありがとう。じゃあねと手を振り、私は美和のオフィスを飛び出した。オフィス街を抜け、夜の道を駅まで急ぐ。キラキラとした街並みに私は憧れを感じていた。そして私にも夢があったことを思い出す。自分が作った服をたくさんの人に着てもらう。そう思って服飾系の大学まで行ったはずなのに、電車の窓から流れゆく景色を眺める。あの時繊維メーカーじゃなくアパレル会社に就職していたら、結婚しなければ、子供が生まれなければ、どんどん卑屈になる自分が行き着いた先は見慣れた住宅街だった。そして私は現実に戻ってくる。さっきまで思い出していた夢のことなんか忘れて、家までの道を急いだ。腕時計を見ると時刻は夜の8時を過ぎていた。リナもユキオも自分たちで食事の準備をすることはないので、私の帰りを待っているはずだ。幸い、お弁当やお惣菜などの出来合い物を食卓に出しても怒ることはないので、私は近くのスーパーに寄って適当に買い物を済ませる。それにしても、何の連絡もないことが気にかかる。いつも遅くなる時には事前に伝えていたり、連絡を入れたりするが、今日はどちらでもない。しかも夜ご飯の用意すらせずにこんな時間まで帰らないことは初めてのはずなのに。そうこうしているうちに家に着いた。玄関先のライトがついているので2人は家にいるはずだ。もしかして私が帰らないのを何とも思っていなくて、時間を気にしていたのは私だけだったのか。それはそれで寂しいものだ。玄関の扉を開けると、そこには小太郎がつながれていた。いつもは室内で話し飼いにしているのに、散歩に行った後話してもらえなかったのだろうか。潤んだ目で私を見上げる小太郎を話してあげようとリードに手を伸ばした時、リビングの声から大声で笑う声が聞こえてきた。私は苛立ちを抑えきれず、小太郎を連れてリビングに向かった。そもそも小太郎は私がもらってきた子だ。犬が飼いたいというリナのため、市が行う譲渡会に足を運んだ時に出会った。リナはもっと小さくて可愛い犬がいいというので、その場は帰ったのだが、ずっと気になっていた。どうしても忘れることができず、後日問い合わせをすると処分される寸前だという話を聞き、いても立ってもいられず引き取ったのだ。そんな成り行きでうちに来た小太郎だが、リナもユキオもペットとして迎え入れてくれていたはず。なのに今、自分たちだけ楽しそうにして、小太郎が寒い玄関につながれっぱなしにされている事実が許せなかった。リビングに入ろうとすると、ひときわ大きな声でリナが笑いながら話すのが聞こえた。今時服を作ろってまた売るなんて貧乏くさいっての。テレビか何かを見ているのだろうか。まさか自分のことを言われているとは思わなかった私は、次のユキオの声を聞いて全身の血の気が引いた。美和もな、こだわりが強いっていうか、なんか勘違いしてる節があるよな。どうやら私と美和の話らしい。その場で固まってしまった私は、聞きたくもない会話を聞かされる。美和にそそのかされて、大した腕もないのに修繕の依頼をこなしている私。友達だからといってセンスのかけらもない私をいいように使う美和。二人の会話は私と美和をこき下ろす内容ばかりで、目の前がチカチカしてくる。その場にへたり込む私に小太郎が寄り添ってくれた。二人の話はまだまだ続き、小太郎が雑種だの使い古しだの、母の形見である私のミシンも一緒に捨ててしまおうか、なんてことも聞こえてきた。不意に私は立ち上がる。何も言わず小太郎を引き連れ、気がついたら家を飛び出していた。どこへ行こうというのだろう、自分でもわからない。小太郎が心細げに泣いた。このまま何事もなかったかのように家に戻れるだろうか。いや、そんなことできるはずがなかった。あの二人が私たちのことをバカにしていることだけは分かった。そんな二人が待つ家になんて帰りたくはない。そんな惨めな思いはしたくない。私の足は家とは逆方向に進む。やがて景色は住宅街からオフィス街へと移り変わり、犬を連れて歩く私の姿は浮いている。だが後戻りはできない。見慣れたビルの下に到着すると、私はスマホを取り出し電話をかけた。ユリエ、どうしたの？私からの電話に驚いた美和が慌ててビルから飛び出してきた。ちょうど帰ろうとしてたところだったんだけど、と私の隣にお座りをする小太郎の姿を確認すると、美和は何かを察したようだ。ちょっとだけ私に待つように言うと、美和は再びビルの中に消えていく。しばらくすると大きめの段ボールを抱えて再び私の前に現れ、小太郎くん、ちょっとの間我慢できるかな？と持ってきた段ボールの中に小太郎を詰め込んだ。小太郎は賢く、めったに吠えることもない子なので、おとなしくされるがままだ。そうして私は美和のオフィスでさっきの話を聞いてもらった。そんなことがあったのね。話しているうちにショックや怒りという感情は薄れ、さすがに帰ってこない私を二人が心配しているのではないかと落ち着かなくなってきた。おろおろする私を無視し、美和は段ボールの中で丸くなっている小太郎に目をやり、つぶやいた。心配してるなら連絡ぐらい来るでしょう。少しパニックになっていた私は美和のその言葉を聞き取れず、どうしようどうしようと部屋の中をうろうろする。そういえば小太郎くんのためにペットカメラを設置してるって言ってなかったっけ？今度は聞き取れたが、美和の顔を見るとどうやら呆れ返っているようだ。大きくため息をつき、二人の様子が気になるならそのカメラで確認してみたらいいんじゃない？私には見向きもせず、美和は小太郎を撫でていた。私はスマホを取り出し、ペットカメラの映像を確認しようとする。だが手が震え、心臓が破裂しそうなほど脈打ち、頭が真っ白になる。美和に撫でられて気持ちよさそうにしていた小太郎が、さっと私の足元へと駆け寄ってきた。一人で見られないなら一緒に見てあげようか。美和の言葉に小さくうなずいた私はスマホを手渡した。美和の指がペットカメラのアプリを開く。映し出される我が家のリビング。机の上にはピザの箱が開けられ、食べ散らかしたままだ。そしてその脇にあるソファーでリナとユキオはまだ楽しそうに笑っている。とてもじゃないけど、あんたのことを心配してるようには見えなかった。心配どころか、私と小太郎が家を出て行ったことにすら気がついていないようだ。再びショックを受けた私だったが、今度は再びふつふつと怒りが湧いてくるのが分かった。さて、ここからどうしようかね。ゆりえはどうしたい？それでもまだあの家に戻りたい？なんだか楽しそうに美和が私に確認する。うん、戻りたくない。私の意思を聞き取ると、美和は嬉しそうに笑った。じゃあ、こっからは私に任せてちょうだい。今になって思うが、あの時ほど美和のことを頼もしいと思ったことはない。同時に敵に回したらあれほど恐ろしい人物もそうそういないと思う。美和は私のスマホを巧みに操作したかと思うと、とんでもない映像を私に見せてきた。ペットカメラの映像だが、そこに映っていたのは幸男の浮気現場だった。まさかこんなに簡単に見つかるなんて。美和はまるで楽しい遊びを見つけた子供のようにはしゃいでいる。美和はもともと幸男と同じ会社で働いていた。その時の同僚とつながりがあるらしく、そこから幸男の噂話を聞いていたそうだ。単なる噂話だから私も気にしてなかったし、ゆりえに報告するほどでもないと思ってたんだけどね。まさかの映像に気分が悪くなっていた私に追い打ちをかけるような言葉だったが、おかげで私は吹っ切れることができたのだ。覚悟を決めたわ。そうこなくっちゃと言わんばかりに美和はウインクをしてみせた。翌日、私は幸男と里奈がいない時間を見計らって必要最低限の荷物を運び出した。里奈からはスマホでのメッセージが届いたが、しばらく美和のもとにいるとだけ伝えた。既読がついたきり何の反応もないことを見ると、私が帰らないことに何とも思わないのだろう。早速私は小太郎と一緒に暮らせる物件を探し、新たなスタートを切ることにした。美和は知り合いの弁護士を私に紹介してくれたのだが、相変わらずどこか楽しそうだ。弁護士と話をする際にも必ず同席して有力な情報を提供してくれた。美和の情報を聞くうちに、私は幸男に対する気持ちがどんどん冷めていくのを実感する。店舗の若いアルバイトの女の子に手を出しているだとか、それが原因で店舗をたらい回しにされているだとか、道理で年齢の割には店長止まりなはずだ。何の疑問もなくこれまで過ごしてきた自分が恥ずかしくなるほどだった。幸男とのやり取りは全て弁護士を介して事を収めたのだが、私はどうしても里奈のことが気がかりだった。本当は私についてきたいと思ってるんじゃないか。せめて顔を見て話がしたい。そう思い、残りの荷物を引き上げるときに、ちょうど家にいた里奈に声をかけてみた。里奈、お母さんと一緒に来ない？里奈は相変わらずソファーに寝そべりながら、こちらを見向きもしない。勝手に離婚したこと、怒ってるの？何も言わない里奈に対して私は泣きそうに尋ねる。すると里奈が肩を震わせた。泣いているのか。やっぱりお母さんと一緒に行こう。実の娘を置いていくわけにはいかない。幸男と結婚する前にも父親がいなくて寂しい思いをさせていたのだ。血のつながらない父といるより、私といた方が里奈にとっても幸せなはずだ。里奈に歩み寄り、彼女の手を取ろうとした時、やっと里奈が声を発した。何一人で自分に酔ってんの？里奈は目に涙を浮かべていたかと思うと、お腹を抱えて笑い出した。あんた本当に何も知らなかったんだね。私を哀れむような声で話す。里奈は幸男の浮気を知っていたそうだ。それを黙っている代わりに、幸男からお小遣いや服をたくさんもらっていた。もう父さんは再婚相手見つけてるよ。離婚協議の間にも夫は他の女に手を出していたと。やけにすんなり話が進むと思ったら、そういうことだったのか。あなたはそれでいいの？里奈の本心はどこにあるのだろう。このままだと里奈の将来が心配だ。ところが私の心配をよそに、里奈は余裕の笑みを浮かべる。新しく父さんが結婚する人ね。若くて優しくてお姉さんみたいな人なの。もうすでに新しく母となる人と会っていたのか。一緒に服を選んでくれたり、新しく小型犬も買う予定らしい。ガチャガチャうるさいミシンの音も小汚い雑種の犬ももううんざりなのよ。その一言が私をどれだけ傷つけることか、里奈は分かっている。呆然と立ち尽くす私にさらに追い打ちをかける。私ももうすぐ卒業だし、お金さえあれば一人でも暮らしていけるから、援助だけしてくれればいいよ。卒業後の進路すらまだ決まっていないのに、この子の頭の中はどれだけお花畑なんだろう。どこで育て方を間違ったんだろうね。親権はあの人に譲るから、お金が欲しいなら父さんに言いなさい。母としての愛をなくしたように冷たく言い放つ。そんな私の言動にも里奈は傷ついた顔一つしない。そうして私は振り返ることなく、二度とその家に足を踏み入れることはなかった。こんなにも冷たい自分がいることを初めて知った。リナのことは確かに愛しているはずなのに、どうして無理にでも一緒に連れて行かなかったのか。今でもそれだけは後悔している。あれから5年が経っていた。幸男は会社をクビになり、リナと2人で細々と暮らしている。離婚の際、二度と私に関わらないという誓約書を書いていたので、今のところ私に害はない。リナは卒業後、職を転々としながら幸男を支えているようだ。もしリナから連絡が来たのなら、間違いなく私は手を差し伸べるのに、そんなことは起こらない。ゆりえ、また手が止まってるよ。美和に声をかけられ、私は考え事の淵から我に返った。あれから私は美和のもとで正式に働いている。私が事務所番をするようになってから、以前にも増して美和はフットワークが軽くなり、彼女の会社は業績を伸ばした。今では私の作業場と小太郎がくつろげるスペースもある広い物件に事務所を移転した。私には子供がいないからよくわかんないけどさ、りなちゃんのことを引き取りたいって考えてるんでしょ？コーヒーを入れながら美和が聞いてくる。本当に私のことはお見通しなのだ。以前、弁護士に頼んでりなの親権を取り戻そうとしたことがある。だが、弁護士がりなに話を聞きに行った時のボイスレコーダーを聞いて、私はためらった。あのミシンと雑種犬を処分するならいいよ。その時私はリナのためにミシンと小太郎を手放せないことに気がついてしまったのだ。私は娘を捨てたのよ。自分の夢のために、自分の信念のために。美和は何も言わず、私に入れたてのコーヒーを差し出してくれた。ありがとう。2人でコーヒーを飲み、再び作業に取り掛かる。いつかこのリメイクの服の良さがリナに伝わりますように。そう願いながら私はミシンを踏み続けるのだ。私が目を覚ました時、目の前には白いカーテンが揺れる病室の光景が広がっていた。起き上がって自分の頭に包帯が巻かれていることを確認する。頭を打った衝撃で記憶のかけらが散ってしまったような妙な違和感があった。階段を落ちた時の目の前がめちゃくちゃになって全身の痛みが夢だったみたいな、とにかく不思議な気持ち。やがて白衣を着た医師が病室に入ってきて、私に気を失う前の出来事を思い出せるか尋ねた。私が階段から転落した事実を明確に答えると、医師は安堵の表情を浮かべる。検査の結果、頭や脳に大きなダメージはなかったようだ。私が気を失っていたのは数時間で、夫と息子の雄大が救急車を呼んでくれたらしい。地震の規模はそれほど大きくはなく、家は無事ですよ、と医師が教えてくれた。ということは、小さな地震に驚き足を踏み外してしまっただけか。私は安心感からか急に恥ずかしくなってしまい、苦笑を浮かべてしまった。ふと気がつくと、一緒にいたはずの家族の姿が見当たらないことに気づいた。私は近くにいた看護師たちに夫と雄大のことを尋ねると、彼女たちは目くばせを交わし始める。一人の看護師が少しためらいつつ口を開いた。言いにくいのですが、私の名前は志保。今年で45歳になる。私の父は書道教室の先生をしていた。だから私は幼い頃、実家で父から筆の使い方はもちろん所作なども教え込まれた。先生である父の影響で私は書道の才能を開花させ、将来は父のように教室を開きたいと夢見ていた。父に習っていた影響もあるのだろう。私は字を書くことに自信を持っていた。学校での習字の授業ではいつも先生に褒められ、金賞をもらったりもした。その度に父は嬉しそうに私の頭を撫でてくれたけど、いつも同じようなことを言う。でもね、志保。習字と書道は違う。志保は綺麗な字を書くけど、もっと自分を自由に表現したっていいんだよ。思い出の中の父はいつも優しく、そして書道という世界に真剣であった。やがて私は最愛の夫と息子の雄大という宝物を手に入れると、書道教室を開きたいという夢はいつしか遠い過去の思い出になった。結婚と同時に家を出て、紆余曲折はあったけれど、幸せな毎日を過ごしていた。やがて私の両親が亡くなる。兄弟のいなかった私は、空き家となった実家の扱いに困り果てていたが、夫と相談して私の実家に戻ることになった。亡き両親と暮らした実家で、これからは夫と雄大と共に同じ屋根の下で新たな日々を過ごせることに深い幸せを抱いた。幼い頃、私が父から学んだ書道教室は余計な荷物を置かれることもなく、あの時のまま時間が止まっている。父は亡くなる最後までこの教室で近所の子供たちに書道を教えていたらしい。残された母は亡き父の残したこの教室を定期的に掃除していたそうだ。志保、悪いけどちょっと道を開けてな。そう言って、夫が段ボールをいくつか書道教室だった部屋の隅に置いていく。夫は実家に引っ越す直前、脱サラをした。自身の給料が上がらなくなり、仕事内容にも金銭的にも不満があったらしい。転居を機に夫は脱サラを決意し、広い実家を活用してネット上で販売と買い取りを行うリサイクルショップのビジネスを開始した。脱サラをして新規事業がそううまくいくはずがない。私の不安をよそに、夫は次々と商品を仕入れているようで、荷物がどんどん増え始めた。毎日のように家の中には新しい段ボールが増え、使用していない2階の空き部屋には多くの荷物が集められるようになる。一方、大学を中退した雄大は、現在家にいる時間が長くなっていた。夫が始めたリサイクルショップの手伝いをしているが、未だ自分の進むべき道を見つけられず悩んでいるようだ。夫から仕事を辞めるという相談はなかった。実家へ引っ越す数ヶ月前に、仕事辞めたからと簡単な説明だけ。雄大も大学を勝手に中退したというのに、私に何の相談もなかった。そんな家族の身勝手な行動に不安を感じながらも、夫と雄大が協力し合い仕事を成し遂げている姿を目の当たりにした。ネット上でいろいろな人に買取査定の依頼を打診したり、ネット上で販売するための撮影など、二人はたくさん試行錯誤しながら毎日が楽しそうに見えた。私は頑張っている二人に対してなるべく干渉せず、少なくとも毎日きちんと仕事ができる環境を整えることに専念していた。私が書道教室を開く夢はまだまだ先になりそうね。今は家族のために尽力をする。それが今の私にとっての最優先であったのだ。私は今はもう使われていない書道教室の隅に当時使用されていた道具や書籍が山積みにされていて、申し訳なさと悲しみを抱いた。2階の部屋ではリサイクルショップの仕事で忙しそうにしている。私は今にある窓辺に座り、父の筆箱を開ける。そこには父が大切に使っていた筆が眠っていた。思わず手を伸ばすと、背後で夫の声が聞こえた。志保、どうした？私は筆を手にしっかりと握りしめ、後ろを振り返る。書道教室、お父さんみたいに私もやりたかったんだけど、今更開くのは難しいかな。夫は私の言葉を静かに聞いて小さくうなずく。一歩近づき、私の肩に手を置いた。志保には書道の才能があるもんな。書道教室を開くことはできると思うけど、今は俺の仕事が軌道に乗るまでは支えてくれないか？うまくごまかされてしまったな、と寂しく思っていると、夫は私にうなずきながら笑顔で続ける。俺たち家族はお互いの夢を応援し合おう。一緒に頑張ろう。きっと書道教室を開く日は来ない。そんな予感がしていた。だけど、口先だけとはいえ、夫の優しい言葉が嬉しくて、彼の温かな手を握りしめた。ある晩、2階で夫と雄大が忙しそうに働いているようであった。誰かと電話しながら、2階から荷物を持ってきては、車に積み込み、再び2階に戻ってを繰り返す2人に、私が話しかける隙などなかった。しばらく考え、飲み物でも持っていこうと、静かに階段を登る。部屋の近くに来ると、2人が荷物をまとめるような音がした。扉を開けた途端、夫と雄大は2人して驚いた表情で私のことを見て、今までせっせと動かしていただろう手を止め、こちらに視線を向けた。志保、どうかしたか？休憩がてら見に来たの。2人とも疲れたでしょ？飲み物を持ってきたわ。夫は苦笑いしながら部屋にある机に置かれた商品を指さした。それは私でも知っているような有名なブランドの財布である。やることが山積みで終わりが見えないよ。リサイクルの商品って収入が不安定で読みが外れたりするだろう。私はうなずきながら理解を示した。私だって脱サラをして新事業を始めたことに心配や不安を抱いていたが、夫が以前のサラリーマン時代より楽しそうにしているように見えたので、黙っていることにした。しかし、最近になって夫と雄大は、ほぼ日常的に商品の情報を気にし始め、買い物や出かける時なども頻繁にスマホで市場価格などを調べる癖がつき始めた。たまに休日を作って出かけても、近場にフリマ会場があるという情報を手に入れると、楽しそうに会場の商品を見て回る。素人が価値もわからずに売ってる場合もあるから、フリマは侮れないぜ。あまりに頻繁に物の値段の話題ばかりをするので、私は少々うんざりしていた。私が大事にしている父が残した有名な書道家の作品などもいくらで売れそうかなどと真顔で話すようになった。私にとってそれは父の遺品という感覚なのであって、売るという表現そのものが冒涜に感じた。それでも私と2人の価値観の違いだと諦め我慢していたのだけれど、ある日の出来事で私は本気で怒ったことがある。夫と雄大は冗談だと前置きして、私が書いた作品を有名な書道家の作品だと詐称して売ってしまおうという話になった。素人には絶対に見抜けないほどに、私の書道の腕は素晴らしいと二人は絶賛してくれたのだけど、私の心中は複雑だ。最初は冗談らしく楽しそうに話していたのに、次第に話が具体的になってきたあたりで、私は本気の口調で二人に怒鳴った。そんなの絶対にダメよ。そんなことを考えることすら許せない。私がお父さんから学んだ書に対して、どれだけ思い入れがあるか分かっているの？私にとって書道とは父との思い出であり、つながりである。父とのつながりの中で手に入れた私の書道を、そのような不純な行為に使おうという発想に、私は激しい嫌悪を抱いた。そんな私の様子に、夫は焦った様子で言葉を続けた。いや、冗談だって。雄大が冗談を言っただけだよ。雄大は、と、自分に話を振られたことに驚きはしたが、ぶつぶつとつぶやきながら静かにうなずく。二人は機嫌の悪くなった私を一生懸命になだめようとしているのが分かった。この一件があったからであろうか。夫と雄大は何かと理由をつけてリサイクルショップの仕事に私を関与させないようになった。私はそれを感じ取って二人が仕事場にしている2階へは行かないようにするのだった。ある日の朝、大事な取引があると言って出かけたはずの夫から私のスマホに電話がかかってきた。電話の向こうから夫の焦った様子が伝わってくる。志保、すごいやばいことになった。取引先に持っていく大事な書類を忘れちゃって、今、急いで引き返している最中なんだけど、約束の時間に遅れそうなんだ。悪いんだけど、急いで書類を持って玄関先で待っててくれないか。一刻を争うらしく、夫の荒い呼吸が聞こえる。車で家に戻っているのだけど、我が家の車庫は狭いので、駐車に手間取ってしまう。少しでも時間短縮するために、家の前で停車して書類を受け渡してほしいらしい。家にいるはずの雄大と電話が繋がらないんだ。多分出かけてるのかわかんないけど、とにかく2階の机の上にいくつか書類があるから全部持ってきてほしい。あと大事な書類だから絶対に中身は見ないでね。マジで。わかったと答えると、数秒の沈黙の後、夫は絶対に中身を見るなよ、と念を押すように言った。そんなこと言わなくても、仕事の書類なんて見ないわよ。自分のことを信用されていない感じがして、少し不快に思いつつも、私は久しぶりに2階への階段を上がり、扉を開いた。扉を開けた先には、足の踏み場もないほどに散らかっている光景に驚いた。部屋にいないと思っていた雄大は、私の訪問に驚いて振り返る。私が夫の大事な書類を届けに行くのと説明すると、机の上を指さして、再びパソコンの画面を食い入るように見つめている。ああ、ごめん。忙しくて。父さんの着信に気づかなかった。書類はまとめてあるから、そこの封筒の書類を全部持って行ってくれる？悪いね。ボサボサの頭を指でかきながら、めんどくさそうにキーボードを素早く入力している雄大の姿に、私は少し苛立ちを覚えたが、約束の時間が迫っていることを思い出して腹をくくった。封筒を手に取り、階段を降りようとしたその時、外で車が急ブレーキを踏む音が聞こえた。すぐに私は夫だと焦ったと同時に、階段のすぐ近くの壁がピシッと音を鳴らす。地震だ。そう思った瞬間には私の足元はぐらつき、姿勢を崩してしまう。激しく揺れる階段から転げ落ち、ようやく自分の体が静止したところで、激しい全身の痛みにうめき声を上げた。視界がぼんやりと暗く沈んでいくような感覚がした。遠くから雄大が私の名前を叫んでいるような気がする。やがてその声も周囲の音もどこか遠い世界に吸い込まれていくみたいに私の意識は遠のいていくのだった。この時、私は意識を失っていた。そして夢を見ていたのだと思う。まだ父が生きていた時、書道教室で一緒に筆を持ってもらいながら文字を書く。父が優しい声で、志保は綺麗な字を書くな、と言い、好きな文字は何だ？と私に聞く。好きな文字など思いつかなかった私は、逆に父に、お父さんはどんな文字が好きなの？と聞くと、父は半紙に素早く赤い墨のついた筆で、希望と書いた。いつだって希望があればどんな困難でも立ち向かえる。人生には常に希望が必要なんだ。父の力強い言葉とその笑顔が私の脳裏から離れない。次に私が目を覚ましたとき、目の前には白いカーテンが揺れる病室の光景が広がっていた。起き上がって自分の頭に包帯が巻かれていることを確認する。頭を打った衝撃で記憶のかけらが散ってしまったような妙な違和感があった。階段を落ちた時の目の前がめちゃくちゃになって全身の痛みが夢だったみたいな。とにかく不思議な気持ち。やがて白衣を着た医師が病室に入ってきて、私に気を失う前の出来事を思い出せるか尋ねた。私が階段から転落した事実を明確に答えると、医師は安堵の表情を浮かべる。検査の結果、頭や脳に大きなダメージはなかったようだ。私が気を失っていたのは数時間で、夫と雄大が救急車を呼んでくれたらしい。地震の規模はそれほど大きくはなく、家は無事ですよ、と医師が教えてくれた。ということは、小さな地震に驚き、足を踏み外してしまっただけか。私は安心感からか、急に恥ずかしくなってしまい、苦笑を浮かべてしまった。ふと気がつくと、一緒にいたはずの家族の姿が見当たらないことに気づいた。私は近くにいた看護師たちに夫と雄大のことを尋ねると、彼女たちは目くばせを交わし始める。一人の看護師が少しためらいつつ口を開く。言いにくいのですが。私は首をかしげ、若い看護師が口ごもる様子を見つめていた。次に続く言葉を看護師が言いかけた瞬間、病室に警察官が静かに入ってきた。看護師たちの表情が変わり、すぐさま警察官に道を譲って部屋から出ていく。私は急に怖くなって、え？は？と戸惑っていると、大柄な警察官が深いため息をついて言うのだった。奥さん、誠に申し上げにくいのですが。私は思わず首をかしげる。さっきの看護師も同じような枕言葉を使っていた。なんだかとても嫌な感じが病室に広がっている。今、ご主人と雄大さんは、警察署でお話を伺っているところです。何のことかわからず、きょとんとした表情で固まってしまっている私に、警官は穏やかな口調で説明を始めた。救急車が到着した時、私の家に入った救助隊が警察に連絡をしたのだという。私は意識がなかったからわからないけれど、その当時、意識を失っている私の心配よりも、夫と雄大は警察の登場に明らかに挙動不審な行動をしていたらしい。事故発生の現場となる階段を見せてほしいと警官が頼むと、夫はそれはどういう理由ですかと困りつつも階段を見せることを拒んだらしい。実は警察では随分と前から二人の行動を監視しておりました。え、監視？監視ってどういうことですか？夫と雄大の制止を振り切って2階に上がっていく警察官。家の中を調べた結果、彼らは偽ブランド品や偽造した保証書などを所持していたことが判明し、その場で逮捕されたのだという。地震で階段から落ちてしまわれる前、あなたは書類を持ってくるよう頼まれたそうですね。あの書類は偽造された鑑定書だったのですよ。言葉の意味を次第に理解して血の気が引いていく。警察官は私も二人と同じように偽造品を作成した共犯者と疑っているのだろうか。警察署での夫と雄大の供述から、私はリサイクルショップの事業に無関係だったという話は伺っているが、今後それを証明するためにスマホの提出を促され、私は素直に従った。検査で問題はないと医師に言われた私は、タクシーで家に帰宅する。病院を出た頃は夕暮れだった空が、今は、もう夜の帳が降りている。タクシーの車内は静まり返り、遠い街の明かりが雲の多い夜空に反射している。自宅までの行き先を運転手に伝えただけで、私の知らない街をタクシーは進んでいく。私の心は暗闇の中で迷路に迷い込んでしまったような気がした。不意に過去の幸せな思い出が頭をよぎった。雄大は幼い頃、学校の教科書やノート、その他いろいろな名前を書かなくてはいけない道具をいつも私に手渡してきた。洗い物で手が離せない時など、夫が苦笑しながら雄大にこう言うのだ。お母さんは今手が離せないから、お父さんが代わりに書こうか？やだ。お母さんの字はすごい綺麗だから、お母さんに書いてほしい。私が夕飯の食器を洗いながら、テーブルに置いておいて、後で書くから、と伝えると、夫がいたずらっぽい顔をしながら、雄大のノートを取り上げるのだ。雄大は一人でお風呂に入っている。その間に、夫が意地悪な顔をしながら、俺が完璧に真似してやるからな、と私の字を真似て名前を書く。風呂上がり、雄大は名前の書き終わっているノートを見つめ、満面の笑みで私に、ありがとう、お母さん。あの頃の雄大の笑顔は本当に眩しくて、私は胸が締め付けられた。タクシーが街を通り過ぎるたびに私の心は苦しみに包まれる。静かに瞳を閉じた。目を開けたらすべてが夢であってほしい。あの頃に戻って私は夫を叱って洗い物なんて後回しにして雄大のノートに私が名前を書いてあげればよかった。どうして今になってあんな昔のあんな些細なことを思い出したのだろう。どこでどう間違ってしまったのだろうか。私の感情は波のように絶望と悲しみを引き寄せては押し戻す。その最中に、私はもしかしたら夫と雄大にも言い訳があるのかもしれないと思い始めた。だけれど、どんな言い訳があれば偽造品を作ることが許されるのであろうか。そんなことを考えていると、いつの間にかタクシーは家の前に到着していた。誰もいない自宅。私は迷わず2階に行くと、さっきまであれほど乱雑に多くのものが置かれていた部屋が、今はガランとしている。パソコンなども押収されたのか、黒いコードが無造作に隅に置かれ、まるで空き巣に入られたみたいに生活感のない部屋になってしまっていた。夫と雄大の取り調べは数日を要した。警察署での2人の供述とスマホなどの履歴から私が偽ブランドの販売に関わっていないことが判明した。そればかりか、2人は私に偽ブランドの作成などを内緒でしていたという事実も判明し、警察官は私に同情的な対応をしてくれた上に簡単な調書を取られた程度であった。2人ともあなたは無関係だと必死に訴えています。スマホもパソコンのデータの提出にも積極的で、そこにあなたの名前は一切出てこない。よほどあなたに迷惑をかけたくないようですね。迷惑をかけたくないのなら、どうしてこんなことをしてしまったのよ。私はがっくりと肩を落としながら天を仰いだ。それから数年の月日が流れた。まだ肌寒い春の午後に、我が家の庭には綺麗な花がいくつか咲いている。父の書道教室を私がもう一度再開させるようになって1年が経つ。教室の窓を開けると、爽やかな風が通り抜けていった。目の前には3人の小学生の生徒が椅子に座り、背筋をピンと伸ばして書道バッグから習字の道具を取り出し、机の上で準備を始めた。自分の手で気づいたこの場所を私は愛おしく思う。志保先生、今日はどんな作品を書くんですか？小学6年生で最年長の生徒が準備を終え、すずりで墨を用意しながら言った。私は微笑み、自分の席に座ると筆を取る。見本となる字を丁寧に書き、みんなに見えるように半紙を広げた。今日は希望という漢字を書いてみましょう。学校や家庭で辛い思いをしている人もいるかもしれません。私たちはみんな苦しい過去を乗り越えて今ここにいるのですから。生徒たちは皆私の言葉をまっすぐに聞いてくれている。そして、はいという短い返事の後で、それぞれが真剣な表情で筆を持ち、机に向かった。静かな時間の中で、紙と筆が触れ合う音がかすかに響いている。書道の時間はいつも私にとって特別な瞬間だ。生徒たちがおのおのに筆を取り、自分の文字と向き合っている間、私自身も自分の前に置かれた何も書かれていない半紙を見つめる。自分の夫と息子が偽ブランド品の製造と販売の罪で罰金50万円と懲役1年が言い渡された。しかし、被害に遭った店舗や取引先との示談金を払うことで執行猶予がつき、2人は逮捕されることはなかったけれど、多額の借金を背負うことになる。夫は最初の頃は真面目にリサイクルショップとして事業をしていたらしい。ある日、買い取りを行った商品があまりに新品同様だったので、中古ではなく未使用として売ってみたところ、通常の倍以上の価格で売却ができたそうだ。また、高級ブランドの財布などでも、保証書がないだけで価値が落ちるということもあり、保証をコピーするだけで値段が跳ね上がることを知り、次第に真面目に販売することが退屈に思えてしまったらしい。海外のサイトから買い取ったコピー品にまで手を出し、それを買い取ってネット上で販売する。すべてがパソコンの中で完結してしまうので、人とのやりとりはなく、罪の意識が芽生えにくかったのだという。この件に関して、夫側の親族が激怒し、私に離婚を勧めてきた。私たち夫婦をよく知る親族が、夫が犯した罪を私が一緒に背負う必要はない。絶対にないはずだ。と強く背中を押し、私と夫は離婚をした。親族は彼らを見放したわけではない。多額の借金を背負うことにはなったが、親族はみんな二人を懸命に更生を促し、仕事を斡旋してくれていて、今は一生懸命に働きながら暮らしているらしい。親族が経営している工場で、二人は朝早くから夜遅くまで文句も言わずにしっかりと働いているらしい。ニュースや噂で事情を知った私の親族や近所の人にたくさん心配をかけた。幼い頃から私を知っている人は、志保ちゃん、辛かったわね。と私のこれからの生活を共に考え、書道教室を開いて生計を立ててみてはどうかと提案してくれた。はじめこそ乗る気になれなかった私だったけれど、夫の収入を失ったことで何かしら仕事をしなくてはならないとは考えていたので、いつしか私の夢は現実に生まれ変わろうとしていた。生徒が出来上がった希望の文字を私に店にやってくる。少し大きさにばらつきある字を朱墨で上から訂正していく。ここはとっても綺麗ね。ここは筆の動きをもう少しゆっくり書くといいよ。ありがとうございます。1時間ほどの授業を終えて、生徒たちがそれぞれに片付けを始めていく。帰宅準備をする生徒たちを眺めながら、私は少しだけ語りたくなってしまい、みんなに微笑みかけた。みんな、少しだけ聞いてくれる？生徒たちが手を止め、不思議そうに私に視線を向けた。みんな、学校で習字の時間ってあるよね。でも、ここでは書道をしています。同じように筆を使って文字を書くんだけど、この違いってわかる人いるかな？習字は文字の美しさと正確さが重要だけれど、書道は自己表現に焦点が当てられる。正しい書き順で正しいバランスで文字を書くことが書道の目的ではない。大胆な筆使いで文字を書いたり、時にはバランスをわざと崩すことだってある。書道にはね、文字の迫力や繊細さ、悲しさ、文字自体で感情や意味を表現できる可能性があるの。だから私は、この教室にはいろいろな曜日と時間帯に多くの生徒がやってくる。小学生の生徒たちが書いた希望の半紙が壁に並べられているのを見て、私は深くうなずいた。どの子供たちの希望も溢れるばかりにキラキラして見えた。私の見本として書いた文字には、これほどの美しさはあるのだろうかと自問する。先生は、書道で自己表現することが大事って思うの？人は、誰だって過ちを犯す時がある。書道には自分を表現する力があるように、人は自己表現によって成長することができるって私は信じているわ。生徒たちが礼儀正しく教室から帰っていった後、私は一人でもう一度だけ筆を取る。私の朱墨で書かれた希望の文字の隣に再生の文字を並べた。壁にかけられた時計を見上げる。あと数分すれば、夫と雄大が数年ぶりに家にやってくる。離婚した相手ともう一度やり直したいとか、そういう気持ちで家に招いたわけではない。私は夫と雄大を許すことはできないのだろうから。でも、この経験から学んだのは、お互いにお互いを尊重し合って生きていくことの大切さだったのだと私は思う。彼らは確かに罪を犯したかもしれない。だけど、その罪に向き合い、一生懸命に生きている彼らが新しく自分を表現する方法を探しているのだとしたら、私はその背中を押してあげたい。家のチャイムが鳴る。私は筆を置いて玄関に向かって歩き出した。扉を開くと、玄関の前で夫と雄大が一緒に並び、両手を前で揃えて瞳を伏せていた。久しぶりに見た二人は、以前よりも一回り体つきが大きくなり、力強い印象が出ている。髪は少し乱れていて、作業着らしい少し汚れた服を着ているけれど、妙に似合っていた。どうぞ、入ってく。そう私が言うと、夫は静かにうなずき、玄関に足を一歩踏み入れる。これから私たちの関係がどのようになっていくかなど、誰にもわからない。誰にもわからない未来を、私は一生懸命に生きるだけだ。私は息子の陽一から結婚相手であるまどかさんが浮気をした上に子供まで作ったと聞かされた。浮気した上に托卵したなんて許せない。俺は離婚する。そう宣言してから1ヶ月後のことだ。お母さん、お久しぶりです。明日退院するので家に来ます。電話口からまどかさんの無邪気な声が流れてくる。私は彼女の言っている意味が全く理解できなかった。え？あなたと陽一は離婚したんじゃないの？え？離婚？私と陽一さんが？ちょっとお母さん、からかうのはやめてくださいよ。そんなわけないじゃないですか。その言葉を聞いた限りでは、まどかさんが嘘を言っているとは思えない。だが、もちろん全てを鵜呑みにするわけにはいかない。私は不審に思って、ちょうど家でくつろいでいる陽一に問い詰めてみた。ちょっと、陽一、まどかさんから電話があったけど、言っていることと全然違うじゃないの。それを聞いた途端に陽一はブルブルと震え、口をつぐんだ。隣で事の次第を見守っていた夫は、その様子を変だと思ったのか、竹刀を取り出すと勢いよく机に打ちつける。本気で殴られると思ったのか、陽一はついに喋り始めた。待ってくれ、殴らないで、全部話すから、お願いします。私はますみ。夫の健三は警察官を定年退職しており、現在は二人暮らしだ。息子の陽一は独立しており、SNS を使ってフリーランスの仕事をしている。私はあまりその方面に詳しくはないのだが、どうやらイラストで稼いでいるようだ。評判もかなり良く、テレビの取材を受けたこともある。夫は警察官という固い仕事をしていたせいか、初めは陽一の働き方に理解を示していなかった。だが、今ではすっかり陽一のことを認めているようだ。それに退官してからは穏やかになったようで、今までする暇のなかった家での仕事を手伝ってくれている。私はせっかく庭のある一軒家に住んでいるので、夫と一緒に家庭菜園をすることを楽しみにしていた。そんなある晴れた日のことである。夫と家庭菜園の手入れをしていたら、陽一がふらっと帰ってきたようで庭に入ってきた。私と夫は驚いて作業の手を止めた。あら、陽一、珍しいじゃないの。陽一はなんだかニヤニヤと笑っている。ごめんごめん、楽しそうな話し声が聞こえたから、ちょっと覗いてみたんだ。なんだよ、ニヤニヤ笑いやがって、文句あるのか？夫は少し恥ずかしかったのだろう。むすっとした顔をすると、黙々と草抜きをし始める。まあまあ、そう言わないでよ。それでどうかしたの？ああ、大事な話があってきたんだよ。急に陽一は真剣な顔になったので、私も何だろうと身構えた。まあ、立ち話もなんだからそこに座りなさい。私と陽一は庭に置いてある小さなベンチに並んで腰掛けた。賢三は気になるようだが、会話には加わろうとせずにせっせと草を抜いている。実はさ、俺、結婚しようと思ってるんだ。え？本当に？おめでとう。私は陽一の結婚を素直に喜んだ。賢三もさすがに驚いたのか、立ち上がってこちらを見ている。それで、相手はどんな人なの？陽一は再びニヤニヤと笑い出した。まどかって言うんだ。あ、それでね、今もう家の前に来てるんだよ。え？はあ？私と夫は同時に間抜けな声を上げた。いくらなんでも急すぎるし、私は何の準備もしていない。ちょっと待ってよ。化粧もしてないのに会えないわ。大丈夫大丈夫。ありのままの姿が一番いいんだよ。まどかもいい人だから問題ないって。それじゃあ呼んでくるね。そう言って、まどかさんを呼びに行く陽一の後ろ姿を見ながら、私はため息をついた。ふと夫の方を見ると、彼も呆れたような顔して私を見ている。まあ、あいつらしいな。いつもこれだ。本当に困ったわ。仕方ないだろう。ここまで来させて追い返すのも印象が悪い。すぐにまどかさんは陽一に手を引かれてやってきた。昼下がりの光の下で彼女はとてもキラキラと輝いているように見える。服装も仕草も可愛らしくて育ちも良さそうだ。私はまどかさんにいい印象を持った分、自分の服装がとても恥ずかしくなってしまった。お父さん、お母さん、紹介します。まどかです。まどかさんは深々とお辞儀をした。はじめまして、陽一さんとお付き合いしているまどかです。よろしくお願いします。どうもご丁寧にありがとうございます。本来ならばこんな庭先ではなくきちんとした場所で挨拶すべきなんですが。そんないいんですよ。それよりもいいお庭ですね。お花もたくさん咲いてとっても綺麗。私もお手伝いしてもいいですかね。まどかさんは大きな目をキラキラと輝かせている。その子供のような無邪気な笑顔に私も思わず嬉しくなってしまった。見ると、夫も顔をほころばせている。そうですか。いや、本当に陽一にはもったいない人だ。至らないこともあるでしょうが、ぜひ陽一をお願いします。私からもお願いします。だけどね、陽一、今度からちゃんと事前に連絡するのよ。私の小言で、陽一は罰が悪そうに後頭部をポリポリかいている。実はさ、まどかがこの日しか空いてなかったんだよ。それに、事前に連絡すると変に緊張させてしまうってまどかが言うからさ。陽一の言い訳に、まどかさんは不服そうな顔をして陽一の方をちらりと見た。まあ、それはいいわ。それよりもお茶を出すわ。家の中に入りましょう。すみません。この後予定があるので。また結婚式の日程が決まったら連絡するから。二人は私たちを庭に残して立ち去った。急にやってきて急に帰ったので、まるで白昼夢だったのではないかと思ってしまう。一体何だったのかしら。いいんじゃないか。俺らの頃とは時代が違うんだし。それに二人も立派な大人だから大丈夫だろう。そうね。いろいろ心配なことはあったが、陽一とまどかさんは無事に結婚した。結婚してからも彼らはうまくやっているようだった。私たちの家からそう遠くないところに住んでいたので、まどかさんは時間があれば私たちを手伝いに来てくれる。私と夫とまどかさんの3人で世間話をしながら家庭菜園をしたり、私の料理を教えてほしいと言ってくれるのだ。そのけなげな姿に私も健三もすっかり気に入り、何かと世話を焼くようになった。嫁姑問題は起こる気配もなく、とても良好な関係を築けていたと思う。しかし、まどかさんは疲労が溜まっているようだった。目の下にクマを作り、頬も少し焦げている。部屋でお菓子を食べているときに、私は思い切ってまどかさんに聞いてみた。まどかさん、最近疲れてない？ちょっと心配だわ。すみません。最近仕事が忙しくて。まどかさんは私に何かを隠している。直感で私はそう思った。そしてそれは健三にも分かったようで、優しい口調で話しかける。まどかさん、遠慮することはないんだよ。私たちは家族なんだ。何でも相談してくれ。そうでないと、まどかさんの親御さんにも申し訳ないから。まどかさんはしばらく黙ってお菓子を頬張っていた。やがてその大きな目から涙がこぼれた。実は、陽一さんが全く家事を手伝ってくれないんです。お互い仕事が忙しいのはわかります。だけど、何もしてくれないから、とてもしんどくて。そこまで言うと、彼女は肩を震わせてうつむいてしまう。真面目な彼女のことだ。陽一の悪口を私たちに言えずに、一人で抱え込んでしまっていたのだろう。私はまどかさんの肩を優しく抱きながら耳元で囁いた。よく言ってくれたわ。陽一には私たちから言っておくから心配しないで。私たちはまどかさんの味方だからね。ありがとうございます。私はすぐに陽一を電話越しに叱った。陽一はおろおろしながら仕事が忙しいなどと適当な言い訳を並べている。いい加減にしなさい。仕事が忙しいのはお互い様でしょうが、それでも支え合うのが夫婦でしょう。わかったよ。さすがに陽一も反省したようで、それからはまどかさんの負担も減ったようだ。元気になった彼女を見て私もほっとした。こんなにいい人なのだから、陽一も必死で幸せにすべきなのだ。それから数年後の春に、まどかさんから妊娠の報告を受けた。私と夫はついに初孫が見れると大喜びをしたが、ことはそううまく運ばない。まどかさんは急に体調を崩してしまい、病院で検査をしてみたところ、かなり危険な状態だという。結局、まどかさんは切迫早産と診断され、入院をすることになった。私たちは無事に出産ができることを必死に祈り続けた。そして、祈りが通じたのか、まどかさんは無事に出産。産後の調子も全く問題はないが、大事をとってしばらく入院することになり、退院後は私たちの家で過ごすことになっていた。早く孫の顔が見たかったが、まだまどかさんの体調も良くないだろう。祝いの電話だけ済ませた1ヶ月ほど経ったある日のことである。外は雨だったので庭仕事はせずに、夫と2人でテレビを見ていた。すると突然、陽一が家を訪ねてきたかと思うと、居間に転がり込んできた。そして大声で泣きながら、父さん、母さん、もう俺はまどかと一緒にはいられないというのである。急なことに私も夫も驚いて何も言うことができない。ちょっと、どういうことなの？せっかく子供が生まれたっていうのに、なんでそんなこと言うの？そうだ。とにかく訳を話しなさい。陽一は鼻をすすりながらポケットからくしゃくしゃになった紙切れを取り出して机の上に置いた。ずっと前からまどかの様子が変だったんだ。俺の実家に行くって言ってよく家を開けてたけど、本当はここには来てなかったんだ。浮気してたんだよ。私と夫は思わず互いに目を合わせた。こちらに来る頻度は高かったので、陽一の言葉はにわかには信じられなかった。そりゃあ、俺だって悪いところはあったよ。だけど、母さんに叱られて本気で反省してたんだ。それなのにまどかのやつ、子供まで作ったんだ。じゃあ、まさかまどかさんが産んだ子供って。陽一は机の上に置いた紙切れを勢いよく叩いた。俺の子じゃないんだよ。 DNA 鑑定したら親子関係はないって判定だ。これがその鑑定書だ。信じられるか？あんな平気な顔して托卵してたんだ。陽一は怒りが収まらないといった様子でそうまくしたてる。体についた雨水がテーブルや床に飛び散る。私は机の上の鑑定書を手に取って読んでみた。雨水のせいでインクがにじんでしまい読みづらかったが、確かに親子関係はないと書いてある。夫も信じられないといった様子で鑑定書を眺めている。私はまどかさんが浮気をした上に托卵をしたことを信じたくはなかった。これまでとてもいい関係を築いていたのに、あの態度の裏でそんな悪いことを考えていたとはどうしても思えないのだ。それは夫も同じだったようで、しきりに頭をかきむしっている。この鑑定書は信じていいの？もっとちゃんと調べた方がいいんじゃないの？もちろん、本人にも聞いたよ。そしたら、まどかは急に態度が変わった。俺のことを都合のいい ATM って罵倒したりした。そんなの信じられない。本当なんだよ。まどかだけじゃない。向こうの実家も俺のことを責めるんだ。これだからフリーランスはダメだってな。もう限界だからここに来たんだよ。それで、お前はどうしたいんだ？まどかとは決別する。向こうの実家とも関わりたくない。離婚するってことか？そうだ。証拠は全部揃ってる。俺は悪くない。陽一の心はもう決まっているようだった。ここまで話が進んでいるなら、もうどうすることもできないが、せめてもう一度だけまどかさんと話がしたかった。わかったわ。こっちもそのつもりでいておくから。ありがとうお母さん。心強いよ。だけど、まどかにも向こうの実家にも連絡はしないで。全部俺が何とかするから。そこまで考えてるなら好きにしろ。だけど、くれぐれも警察沙汰にだけはするなよ。わかってるって。じゃあ、俺はこれで帰ります。陽一は鑑定書を受け取ると、それをポケットに押し込んで足早に立ち去った。それから私たちはなんとなく気持ちが暗い日々が続いた。もうまどかさんが庭仕事を手伝うことも、彼女から料理を教えてと頼まれることも、孫の顔を見ることもないのだ。そう考えると、とても寂しくなってしまう。これからもっと楽しい人生が始まると思っていたのに、これではあまりにも寂しい。夫も口には出さないが、寂しく思っているようで、静かに草抜きをしている。そんなもやもやとした生活が1ヶ月ほど続いたある日、家に電話がかかってきた。はい、木島です。あ、ますみさん、お久しぶりです。おかげさまで具合も良くなったので、明日退院することになりました。子供とそちらに向かいますので、よろしくお願いします。電話口からまどかさんの無邪気な声が流れてくる。私は彼女の言っている意味が全く理解できなかった。え？あなたと陽一は離婚したんじゃないの？え？離婚？私と陽一さんが？あ、ちょっとお母さん、からかうのはやめてくださいよ。そんなわけないじゃないですか。私は何が何だかさっぱりわからずに頭が混乱してしまう。そこで私はまどかさんに陽一が言ったことを説明した。最初はまどかさんも呆れていたが、錯乱していたと言われたことには本気で怒った。それはいくらなんでもふざけてるわ。浮気どころか他の男とも会うなって束縛してきたのは陽一の方よ。私もそれを守ってたのにそんなこと言うなんて許せない。その言葉を聞いた限りでは、まどかさんが嘘を言っているとは思えない。だが、もちろん全てを鵜呑みにするわけにはいかない。わかった。ちょうど陽一は家にいるの。話をしてみるわ。お願いします。私が電話を切ったタイミングで、健三が庭から戻ってきた。なんだ？何かあったのか？ちょっとね。陽一は部屋にいるかな？いるんじゃないのか？何か話し声が聞こえてたぞ。私はすぐに陽一の部屋に踏み込んだ。陽一はその時、パソコンで誰かと通話をしていたが、私が部屋に入ってくるなり画面を消した。なんだよ。入る時くらいはノックしてよ。ごめん。コーヒー入れたからさ、ちょっと飲まない？陽一はなんとなく異変を察知したようだが、断ることなく居間へとついてきた。しかし、そこにはコーヒーはない。あれ？何もないじゃん。いいから、そこに座りなさい。陽一をソファーに座らせると、私はまどかさんとの電話のやりとりを説明した。それを聞くなり、陽一はブルブルと震え始める。それからはもう何を聞いても陽一は答えようとはしない。その様子を変だと思った夫は、竹刀を取り出すと勢いよく机に打ちつけた。陽一、黙っててもわからないだろうが、否定するならしてみろ。だが、それでもなお黙っているので、夫は陽一を打ち据えようと竹刀を振り上げる。本気で殴られると思ったのか、陽一はついに喋り始めた。待ってくれ、殴らないで、全部話すから、お願いします。それを聞いて、夫は竹刀を下ろした。よし、わかった。言ってみろ。観念したのか、陽一はついに本当のことを話し始めた。まどかとは最近、折り合いが悪くなってたんだ。それでつい魔が差して別の女と浮気してしまいました。じゃあ、あんたの方が悪いじゃないの。俺は悪くない。まどかが俺のことをほったらかしにするからいけないんだ。俺よりもお母さんたちの方ばっかり構ってたじゃないか。それが嫌だったんだよ。夫は陽一の言い訳に激怒した。ふざけるな。浮気したお前が悪いんだろう。相手の人とはどうなってるんだ？それがさ、妊娠しちゃったんだよね。でも仕方ないでしょ？別に妊娠させたくてしたわけじゃない。自然な流れさ。全く反省の色が見えない陽一に、ついに夫は竹刀で殴りつけた。貴様、子供を作るということがどういうことなのか分かってるのか？一体これまでの人生で何を学んだんだ？陽一は殴られて涙を流しながらも夫に食ってかかった。うるさい！あんただって悪いんだ！警察かなんだか知らないけど偉そうにしやがって、俺のやること全部否定してきたじゃないか！もううんざりだ！俺に怒られるのが嫌だからごまかしたっていうのか？そうだよ。せっかく出産の日付を調節して違和感なく子供を作ったのに全部パーだ。うまくいけば、まどかに全部押し付けて別れることができたのに。陽一は開き直ったのか、自分がしてきたことを全部暴露した。さあ、殴ってみろよ。そしたら警察に言ってやる。ネットにも書くぞ。元警察官が息子に暴力を振るうってね。そうすれば記事にもなる。そんなことがまかり通るわけないでしょ。通るんだよ。今はそういう時代なの。はっきり言って父さんも母さんも時代遅れなんだよ。頼むから俺の邪魔をしないでくれるかな。警察に訴えると言われて夫は手が出せなくなってしまった。そうは言っても嘘をついたのはあなたの方でしょ。そのことをどう言い訳するの。私の訴えに陽一はもう聞き耳を立てない。ねえ母さん、もう黙ってくれるかな。あんまり騒ぐとネットにさらすよ。しかし私はどんなことを言われても怖くはなかった。陽一がどうネットに書こうと彼がやったことが許されないことは明らかだったからだ。それは時代がどうとかは関係なく、ダメなことはダメなのだ。そしてそれを教えるのも親の役目だと思っていた。そう。じゃあ仕方ないわね。そうそう。そうやって歯向かわずにいてくれれば、売り上げのいくらかも渡してあげるよ。これでも結構儲かってるからね。陽一はニヤニヤと笑っている。お金で私たちの口を封じるつもりなのだ。だが、もはやそんなことはどうでもいい。あいにくだけど、私たちは今の生活に満足してるの。ネットに書きたければそうしなさい。今からまどかとその両親に全てを伝えるわ。それを聞いた途端、陽一は急に慌て始めた。感情に任せて喋りすぎたことにようやく気がついたのだろう。待ってくれ。それはダメだ。向こうの親に知られたら大変なことになる。黙ってくれないと困るよ。必死でそういう陽一に、賢三は再び竹刀を握りしめた。今さらそんな調子のいいことが通ると思ってるのか。だいたいこんなすぐにバレるような計画を立てるお前がいけないんだろうが。もう観念しろ。嫌だ。ネットに全部書くぞ。虐待だって言うぞ。やれるもんならやってみろ。夫が陽一を折檻している間に、私はまどかさんに電話をかけた。そして陽一が口走ったことのすべてを伝えた。本当に信じられない。決めました。お母さんには申し訳ないけど、陽一とは離婚します。謝るのは私の方よ。本当にごめんなさい。あなたの両親にも私の方から伝えるわ。そして今度はまどかさんの両親にこれまでの経緯を伝えた。当然激怒して、明日私の家で話し合いがしたいと言ってきたので、それを承諾した。そのことを夫に伝えると、逃げ出さないようにするために、パソコンとスマホを取り上げる。そして変な真似をさせないように、一晩中陽一を監視し続けた。陽一は隙を見て何度も逃げ出そうとしたが、元警察官である夫の前では虚しい徒労に終わる。翌日の早朝に、まどかさんとその両親がやってきた。孫はとりあえず、まどかさんの母親が面倒を見ることになったので、彼女と孫は別室に移る。そして話し合いが始まった。全く驚きましたよ。まさかこんな男だとは思いませんでした。本当に申し訳ありません。一人息子なもんですから、甘やかしすぎました。とにかく、陽一さん、どういうことなのか説明してよ。まどかさんの表情はこれまで見たことのない怒りを含んでいる。陽一はその目線を合わせるのが怖いのか、うつむいたままボソボソと話す。全然聞こえない。はっきり言いなさいよ。まどかさんに叱られて、陽一は少し声を大きくして、これまでの経緯をはっきり喋った。まどかさんが托卵をしていたという嘘の箇所で、やはり義父もまどかも激怒する。うちの娘が托卵をしていたなどとよく言えたな。どこまで娘のことを恥ずかしめれば気が済むんだ。ほんとありえない。お父さんとお母さんはとってもいい人なのに残念だわ。全員の怒りを受けて、陽一は両手で髪の毛をぐしゃぐしゃとかきむしる。もはや嘘をつくことも弁解をすることもできないようだ。ここまでのことをされて、今後、結婚生活を送ることはできません。離婚します。今この場で判を押してください。当然、慰謝料も払ってもらえますからね。まどかさんは離婚届を机の上に置いた。陽一は嫌だと首を振り、判を押そうとはしない。陽一、ここまで来て嫌だと言えると思うか。全部自分がやったことだろう。半ぐらい自分で押しなさい。そう夫に怒鳴られては、陽一も反抗することはできない。私は陽一の判を持ってくると押すように言った。そして、私と夫が監視する目の前で、陽一は離婚届に判を押した。それと、これにもサインをしてください。まどかさんが渡したのは、慰謝料と養育費を十分に払うという誓約書だ。陽一はいやいやサインをしたが、その途端に陽一の態度は一変した。こんな紙切れにサインしたくらいでいい気になるなよ。何を言い出すんだ。いいか、俺は有名人なんだよ。俺の作品は高く売れるんだ。それだけの価値が俺にはあるんだよ。おとなしく言うことを聞いてれば、お前らだって甘い汁を吸えたんだ。逆ギレした陽一は止まらない。お前らは俺と縁を切ったことを後悔するぞ。貧乏になって金が欲しいって頼ってきても、もう遅い。俺は浮気相手と結婚してやる。お前らのことなんかもう知らない。陽一は捨て台詞を吐くと、スマホとパソコンを取り戻し、家から出て行った。後に残された私たちの間には、気まずい沈黙が流れる。本当にすみません。なんであの子はああなってしまったのかしら。私は辛くなって涙が溢れ出した。本当に辛いのは、まどかさんや義両親なのに、泣いている場合ではないと自分に言い聞かせるのだが、どうにも止まらない。ただ、こう言ってはあれですが、陽一と別れたのは正解でしょう。まどかさんは素晴らしい人だから、きっといい人に巡り会えます。そんなことはないですよ。だけど、お父さんとお母さんに会えたことは本当に良かったです。もし、お二人が良ければ、これまでと同じような関係でいたいのですが。そのまどかさんの心遣いが、逆に私の心を締め付けた。だが、義父も私たちに頭を下げて頼んできた。実は、私からもお願いしたいんです。住んでいるところが遠いもんですから、まどかもまだ体調が万全でないし、仕事だってある。できれば、面倒を見てあげてほしいんです。それは、私たちにとっても、願ってもみないことだった。そうですか。それならば遠慮せずに頼ってください。まどかさんを娘のように大切にします。私の言葉にみんな大きな声を上げて笑った。張り詰めた空気が緩んでいくのが分かった。そのタイミングを見計らって義母と孫が居間にやってくる。私たちは孫を抱きながらこの子のことについて大いに語り合った。まったく、お金なんてなくても幸せだったらいいのに、陽一は本当にバカね。そのことなんですが、実は陽一さんの仕事の口利きをしていたのは私たちなんですよ。そうだったんですか。それは知りませんでした。ええ、まあそういう関係の仕事をしていますからね。でも、今後は控えるようにしますから、これまでのように仕事はできないでしょうね。その義父の言葉は現実のものとなった。義父からの口利きがなくなったために、陽一の仕事は激減してしまったのだ。しかし、彼は強がり続けて私たちに助けを求めようとはしなかった。そして、自分たちだけで浮気相手との結婚を決めて盛大な式を挙げた。だが、まどかさんとの離婚とそのやりとりがネットで暴露されてしまい、陽一は大炎上してしまう。そのことをニュースで知った私は、陽一に大丈夫か尋ねた。だが、陽一は私たちが離婚の情報を流したと言って聞かず、一方的に縁を切ってしまった。さらに、話はそれで終わらず、実は浮気相手の子供は陽一との子ではないことが判明したのだ。大金を稼ぐ陽一にくっついていれば大丈夫だと思われていたのだろう。結果的に托卵をされていることになったというのは何という皮肉であろうか。あれだけ評判が良かった陽一の仕事は全く評価されなくなり、企業との契約も次々に打ち切られて多額の違約金を背負うことになった。そればかりか、税務処理もいい加減で、その方面からも叱られることになり、陽一は莫大な借金を背負うこととなってしまう。私は何度も陽一のことを助けようと思っていたが、夫に止められてしまった。気持ちはわかる。だけど、これはあいつの試練なんだ。これを乗り越えなければ、また同じようなことを繰り返すに決まっている。そうは言いながらも、夫が陽一のことを心配しているのは明らかだった。陽一は頼るところがなくなったのか、孫の父親だという一点だけで家に訪ねてくる。だけど、私は心を鬼にして家に入れることはなかった。すると彼は家の外で大声で、まどか、俺が悪かった。よりを戻そう。子供の父親として世話をさせてくれ。と叫ぶのだ。あまりにしつこいので、夫が警察に頼んで追い払ってもらった。万が一のことを考えて、まどかさんは仕事を一旦辞めて、孫を連れて実家に帰った。陽一は諦めて浮気相手の元に戻るが、その相手もかなり自由奔放なようだ。しかし、これ以上世間体を悪くすることはできないので、じっと耐えている。それに加え借金だらけなので、かなり貧乏暮らしをしているようだ。まどかさんは、陽一がもう来ないことを知ると、孫を連れて遊びに来てくれる。そうして、庭仕事を楽しんだり、料理を作ったりしてあげている。まどかさんの両親ともこれまで以上に仲が良くなり、時間を見つけては旅行に行くほどの間柄になった。今度の休みにまた観光地に行くことになったので、今から楽しみだ。いろいろなことがあったが、今はとても幸せに暮らしている。お兄ちゃん帰ってたんだ。車借りたよ。達也の前だからか、めぐみちゃんは猫をかぶっている。ごめんな、めぐみ。舞子が気が利かなくて。ううん。舞子さん、車貸してくれたお礼に、ガソリン満タンにしておいたよ。できた妹だ。ほら、舞子。めぐみは気が利くんだよ。達也は目尻を垂らして彼女の頭を撫でる。じゃあ、私帰るね。お兄ちゃん、またね。舞子さんもまたね。彼女は達也ににっこりと笑った後、私には一瞬だが不気味な笑みを浮かべた。何？私はゾッとする。彼女が帰っていき、私は念のために車を確認した。傷はついていない。そして彼女の言う通り、ガソリンも満タンになっている。でも、何か引っかかる。彼女の不気味な笑みが頭から離れなかった。めぐみの方がよっぽど大人だな。お前に意地悪されてもちゃんとガソリン満タンで返してくれて、見習えよ。後ろから達也がニヤニヤしながら近づいてきた。ちょっと車の中を調べてみるわ。ああ？お前まだめぐみのこと疑ってるのかよ。本気で怒るぞ。溺愛する妹の善意を疑われて激高する兄。そもそも俺だって本当は車で通勤したいのに、舞子が使うって言うから我慢しているんだぞ。達也の言葉を聞いて私はひらめいた。じゃあ明日は私車を使わないから、達也が車で出勤していいわよ。マジで？やった。明日は朝一で大事な会議があるんだよ。ガソリンも満タンだしラッキー。明日が楽しみだわ。私は喜んで家の中に入っていく達也の後ろ姿をじっと見つめるのだった。私の名前は舞子。夫の達也、高校生の娘エリと3人で暮らしている。今日は飲み会だから遅くなるよ。分かったわ。明日も仕事だし、飲みすぎないようにね。了解。エリ、ごめんな。今日お父さん、塾の迎えに行けないわ。勉強、頑張れよ。はいはい。お土産よろしくね。なんだよ、土産って。どこの家庭でも聞かれるような普通の会話が心地よい。私たちはこのように、これまで穏やかに暮らしてきた。達也は大学卒業後に就職した会社の同期だった。飲み会でたまたま隣になったことがきっかけで話すように。これ、姪っ子さん？ある日私は、ふと目に留まった達也のスマホの待ち受け画面を指さす。そこには達也と一緒に滑り台を滑る女の子の写真があった。うん、妹だよ。俺、妹と二人兄弟なんだ。ずいぶん年が離れているのね。12歳差なんだ。だから今小学5年生。めぐみって言うんだ。かわいいだろう？達也はめぐみちゃんにメロメロで、他にも彼女の写真をたくさん見せてくれた。小さい頃から俺の後ばかりついてきてさ、本当にかわいいんだ。俺、めぐみに会いたくて何回も部活サボったことあるもん。懐かしそうに小さい頃の妹の写真を見つめる達也。私は一人っ子だったため、妹をべた褒めする達也の心情がよくわからなかった。でも、兄からこんなに愛されているなんて、めぐみちゃんは幸せだろうな。私もこんなお兄ちゃんが欲しかったな。ちょっぴり羨ましくも感じた。それから私たちはなんとなく付き合うことになり、25歳の時に結婚。子育てしながら働くイメージが持てず、妊娠を機に私は仕事を辞めた。私、ちゃんと母親になれるかな。赤ちゃんのお世話なんてしたことないんだけど。俺、めぐみのおむつ替えてたし、風呂にも入れてたんだ。だから心配しなくて大丈夫だよ。妊娠中に情緒不安定になる私を達也は支えてくれた。実際達也には子育てでは随分と助けてもらった。また彼は今も変わらず娘を大切に思ってくれている。家族の誕生日に旅行を計画してくれたり、娘の塾の迎えに率先して行ってくれたり、家族思いな彼のおかげで、うちは幸せな家族だった。この生活がずっと続く。そう信じていたのだが、私と達也の間に歪みが生じ始めたのは2年前。結婚を機にめぐみちゃんがうちの近くに引っ越してきてからだった。なぜこのタイミングでわざわざうちの近くに引っ越してきたのかはわからない。その時はただ、相変わらず仲いい兄弟だなとしか思わなかった。しかしすぐに私は違和感を抱く。お兄ちゃん、一緒に買い物行かない？直樹、今日も仕事で私一人なんだ。ずかずかとうちに上がり込んできて、達也に猫なで声で話しかけるめぐみちゃん。彼女の夫である直樹さんは仕事が忙しく、休日出勤もざらにあるようで、そんな時めぐみちゃんはしばしばうちにやってきた。いつでも来いよ。せっかく近くに住んでいるんだし。達也は大好きな妹から頼ってもらえて、まんざらでもない様子。初めこそ微笑ましいと思っていたが、遠慮なしにやってくるめぐみちゃんに、私はだんだんと嫌気がさしてきた。舞子さんの料理おいしい。唐揚げ、もう一個食べていい？もちろん、たくさん食べろよ。あ、それは、娘が大好物だから作った唐揚げなのに。エリちゃんもたくさん食べなよ。あ、うん。娘も遠慮なしのおばの様子に半分呆れているようだ。めぐみちゃん、ちょっとうちに頼りすぎじゃない？毎週うちで夕食食べている気がするんだけど。私がモヤモヤしていることに気づいてもらおうと、ある日私は達也にそれとなく伝えてみた。別にいいじゃないか。一人で寂しいんだし。しかし達也は私の気持ちなどまるで分かろうとしない。でも直樹さん、19時頃には帰ってくるって言ってたじゃない。それだったら自分の家で直樹さんの帰りを待って、夫婦で一緒に夕食を食べた方がいいと思うわ。めぐみちゃんは達也にとっては血のつながった可愛い妹であるが、私にとっては他人だ。せっかくの休日なのに、彼女が来るせいで私の心は休まらなかった。だからなんとか彼女にうちに来る頻度を減らすよう達也から言ってもらいたかった。しかし、達也は私の言葉に不機嫌になるだけ。舞子、めぐみのことを嫌いなの？そんなことないわ。でも休日はせっかく私たちも家族の時間が持てるんだから、そっちも大事にしたいって思っただけよ。めぐみ、俺たちよりも12歳も年下なんだぜ。優しくしてやれよ。12歳年下って言っても、もう30歳じゃない。いつまでも妹を溺愛し、甘やかす達也に呆れると同時に、めぐみちゃんのことになるとムキになる彼に対し、私は苛立ちを募らせていった。そんな私の気持ちなどつゆ知らず、彼女の遠慮ない行動はエスカレートしていく。はじめは達也が家にいる休日だけうちに来ていためぐみちゃんだったが、やがて平日の昼間もうちに来るようになってしまった。舞子さん、買い物を連れて行ってくれない？車を持っていない彼女は達也だけでなく、私までも運転手としてうまく利用しようとしたのだ。ごめんね、めぐみちゃん。私、今仕事中なのよ。会社を辞め、しばらく専業主婦をしていたが、娘が中学に上がると同時に、私は趣味だったアクセサリー作りを仕事にすることに。家でコツコツと制作、そして販売。娘に手伝ってもらい、SNS で周知することで、今ではある程度稼げるようになっていた。そうだったわね。家にいるから暇だと勘違いしちゃった。悪気のない口調だが、彼女の言葉は無神経で、いちいち鼻についた。じゃあ、車貸してくれない？いいわよ。車を貸すくらいならいいかな。自分の時間を取られるわけではないし、これくらいなら、と、初めのうちは車を快く貸していたのだが、ある日それを後悔する出来事が起こる。お母さん、どこかに車ぶつけた？塾の迎えに行った時、車に乗り込んできた娘が唐突に聞いてきた。ぶつけてないわよ。左後ろ、へこんでるけど。え？ぎょっとして、私は帰宅後に車を確認する。すると娘の言う通り、車の左後ろがへこんでおり、傷がついていた。もしかして。頭の中にめぐみちゃんの顔が思い浮かぶ。昨日も彼女に車を貸した。まさか、こんなに大胆に車を傷つけて気がつかないわけがない。しかし、鍵を返しに来た時の様子はいつも通りで、彼女はまた貸してね、とヘラヘラ笑いながら帰っていった。わざとじゃないにしても、普通謝罪の一言くらいあるだろう。一体どういう神経してるんだ。怒りがこみ上げてきて、帰宅していた達也を呼んで駐車場に来てもらう。もう風呂入ったんだけど。少し不機嫌な達也。めぐみちゃんにたびたび頼まれて車を貸しているんだけど、彼女に車をぶつけられたわ。しかもあの子、ぶつけたこと黙っていたのよ。達也は傷を撫で、一瞬口をつぐむ。仕方ないよ。めぐみペーパードライバーだったから。え？そんなの関係なくない？人の車を傷つけたんだよ。別に弁償してほしいとか思ってるわけじゃないの。でも、傷つけたら普通申告して謝るでしょ？ヒートアップした私を彼は怪訝そうに見る。本当にこれ、めぐみが傷つけたの？それ、どういう意味？だってわからないだろ。知らぬ間に舞子がやったって可能性もなくはないじゃん。気づかないことだってあるよ。は？なぜ私が疑われなくちゃいけないんだ。こんな風にへこむほどの衝撃、乗っていて気づかないわけないでしょ。可愛い妹のことになると正常な思考ができなくなる達也に、私は怒りを通り越してこれ以上話す気力がなくなった。この件はもちろん達也からめぐみちゃんに伝わることもなく、うやむやにされ、私だけがいつまでもモヤモヤしていたが、それからしばらくめぐみちゃんは私たちの前に姿を現さなかった。車をぶつけたのに黙っていたこと、少しは反省したかな。このままうちと距離を取ってくれたら。そんな淡い期待を抱いたのもつかの間。ある日、彼女はまたうちにやってきた。ちょっとトイレ貸して。最後まで言い終わらないうちに、彼女はずかずかとうちに上がり込む。トイレなんて家を出る前に行ってきなさいよ。呆れ顔で待っていると、彼女はすっきりした表情で戻ってきた。舞子さん忙しいでしょ。自分で運転するから車貸して。何を言い出すかと思ったら、普通まずトイレを借りたことに対するお礼でしょ。それに、何事もなかったかのように車貸してって。この人、全然懲りてないじゃないか。私はめぐみちゃんを軽く睨む。ダメよ。今日は私が使うんだから。彼女にはもう二度と車を貸したくない。もちろんそういう気持ちもあったが、今日は娘の習い事の送迎のため、本当に車が必要なのだ。すると彼女はあからさまにムッとしていった。意地悪。お兄ちゃん、こんな人のどこが良かったのよ。お兄ちゃんに言いつけるからね。彼女が玄関のドアに怒りをぶちまけたものだから、ドアはものすごい音を立ててしまった。そんなに怒ること？私はただ、予定があるから車は貸せないと事実を述べただけなのに。車をぶつけても謝罪もできない。トイレを借りてもお礼も言えない。そして自分の思い通りにならないと怒りを物にぶつける彼女を目の当たりにし、私はこんな人と義理の兄弟になってしまったことを後悔する。まあ、ちゃんと断ることができたし、一件落着。すんなり帰ってくれたことにだけは感謝した。そうこうしているうちにエリが帰ってくる。車、お父さんが使ってるの？え？誰も使ってないわよ。でも、駐車場に車ないよ。さっと血の気が引き、私は慌てて駐車場が見える窓へと走った。ない。うちの車がない。車の鍵もなくなっていた。あいつ。きっとトイレに行った時に勝手に鍵を取っていったのだろう。泥棒と一緒じゃないか。怒りで全身が震える。お母さん。背後から聞こえた娘の声で、はっと我に返った。ちょっと待ってね。私は急いでタクシーを呼び、どうにかエリーを送り出したのだった。どれだけ自己中なのよ。イライラして家事もろくに手につかず、私は一人家中をうろうろしながら彼女の帰りを待った。それから2時間後、彼女は何事もなかったかのように帰ってきた。あんた、何考えてるのよ。使うって言ったでしょ。勝手に鍵盗んでいって。あんたのやっていることは泥棒と同じよ。駐車場に飛び出し、運転席のドアを開け、私は怒りをぶちまけた。彼女は一瞬だけ顔を歪めたが、ふっと鼻で笑っていった。外でギャーギャー叫んでみっともない。私をこの心理状態にしたのは誰だよ。全く悪びれる様子もない彼女に、これ以上言っても無駄だ。私はきっと彼女を睨んだ。まさか、今日は傷つけてないわよね。この間の出来事が脳裏に浮かび、私は車の周囲を確認する。何やってるの？ぶつけてなんかないわよ。私運転うまいから。後ろから聞こえる声を無視して、私は念入りに確認した。車はぶつけてないみたいね。あ、そろそろエリのお迎えに行かなくちゃ。ふと、運転席のガソリンメーターが目に入った。ちょっと、ガソリン入っていないじゃない。昨日はまだ半分以上あったガソリンが、もうほとんどなくなっている。遠出したからね。なぜか自慢げに話す彼女に、私は怒りをぐっとこらえていった。車貸してあげたんだから、せめてガソリンは入れてきてよ。今からエリを迎えに行かなくちゃいけないの。急いでる時にガソリンがなかったら、次使う人が困るでしょ。この人は怒っても無駄だ。だから優しく諭したつもりだったのに。そんなケチケチしなくてもいいじゃない。私、あなたより12歳も年下なのよ。しかも家計を支えているのはお兄ちゃんでしょ。ほんとがめついんだから。そんなんじゃ、いつかお兄ちゃんにも愛想つかされるわよ。彼女はそう言うと、さっさと帰っていった。彼女には常識が通用しない。どうやって育ったらあんなに自己中心的になるのだろう。今日こそは達也からきっちり言ってもらわなくちゃ。私はそう心に決めた。達也が帰ってきて、私は今日の出来事を彼に話す。うちの車なのに、使いたい時に使えないのおかしくない？しかもめぐみちゃん、勝手に鍵を取っていったのよ。思い出すとまた怒りが湧いてきたが、私はできるだけ淡々と話した。まあ、めぐみにとってうちは我が家みたいなものだからな。いやいや、意味がわからないから。ガソリンもほぼなくなっていたから、急いで入れてエリの迎えに行ったのよ。めぐみ、あんまりガソリンスタンド行ったことないんだろうな。何それ。怒りを抑えるため、私は一度深呼吸した。今度こそ、達也からちゃんと言ってほしいの。了承を得てから車を借りること。使ったらガソリンを入れておくこと。親しき中にも礼儀ありよ。まあ、多めに見てやってくれよ。めぐみ12歳も年下なんだから。兄弟揃って何なんだその言い訳は。ついに私の怒りは爆発。もう30歳でしょ？立派な大人よ。そんな怒ることじゃないだろう。いいじゃないか。俺のお金で車も買った。ガソリンも入れている。だから俺が嫌だと思わなければいいんだよ。俺のお金。私はこれ以上言い返す気にもならなかった。確かに、達也一人の収入でやりくりしていた時期もあった。でも私は、その時は専業主婦としてちゃんと家のことをやっていたし、家族に寄り添ってきたつもりだ。達也が職場の人を家に連れてくればもてなしたし、毎日お弁当も作った。家計管理もしていたし、今ではそれなりの稼ぎだってある。それなのに、私や娘を大事にしてくれていると思っていた達也の口からこんな言葉が出てくるとは。私は怒りを通り越して絶望してしまった。もう勝手にすればいいわ。私たちはもう幸せな家族ではない。そう痛感し、お風呂に浸かりながら私は一人で泣いた。それから数日後、懲りることもなく彼女はまたやってきた。同じことはさせないわ。私はすぐに車のキーをポケットに入れる。舞子さん、車借りるね。これから車使うのよ。いいからいいから。彼女はずかずかと家に上がり込んで車のキーを探し始める。あれ？いつもここにあるのに。こんなに堂々と鍵を盗んでいこうとするなんて、この子おかしいわ。軽蔑の目を向ける私に気づいたようだ。めぐみちゃんは顔を真っ赤にして怒鳴った。この意地悪おばさん、お兄ちゃんに言いつけるから。そういうや否や、スマホを取り出し、本当に仕事中の達也に電話をかけ始めた。仕事中よ。出るわけないじゃない。しばらくすると、彼女は一瞬にやっと笑い、今度は泣き始めた。お兄ちゃん、舞子さんが意地悪して車を貸してくれないの。なんでお兄ちゃん、こんな人と結婚しちゃったのよ。そう言うと彼女はスマホを私に押し付けてきた。ほら、お兄ちゃんに叱られれば。私は呆れながら電話に出る。なんでこんなしょうもないことで電話してくるなって言わないの？しょうもなくないだろ。めぐみが泣いているんだから。正気か？と私は言葉を失う。いい大人が何やってるんだよ。俺の大事な妹を傷つけるな。傷つけるも何も全部演技じゃない。これから私が車を使うから車を貸せない。たったこれだけのことで怒り出してあなたに電話するあの子はおかしいわ。え？あ！外から車のエンジン音が聞こえてきた。やられた。達也との電話に夢中になっている間に、上着のポケットに入れていた鍵を彼女に取られてしまったようだ。はあ、これから出かけなくちゃいけないのに。あの子の言うことをすべて信じていると痛い目見るわよ。達也はまだ電話の向こうで何か言っていたが、私は電話を切った。夜になり、達也が帰宅。車は？あなたの可愛い妹が盗んでいったまま戻ってこないわ。だからその言い方やめろって。お互いイライラしており、顔を背ける。その時インターホンが鳴った。あ、お兄ちゃん帰ってたんだ。車借りたよ。達也の前だからか、彼女は猫をかぶっている。ごめんな、めぐみ。舞子が気が利かなくて。ううん。舞子さん、車貸してくれたお礼に、ガソリン満タンにしておいたよ。できた妹だ。ほら、舞子。めぐみは気が利くんだよ。達也は目尻を垂らして、彼女の頭を撫でる。じゃあ、私帰るね。お兄ちゃんまたね。舞子さんもまたね。彼女は達也ににっこりと笑った後、私には一瞬だが不気味な笑みを浮かべた。何？私はゾッとする。彼女が帰っていき、私は念のために車を確認した。傷はついていない。そして彼女の言う通りガソリンも満タンになっている。でも何か引っかかる。彼女の不気味な笑みが頭から離れなかった。めぐみの方がよっぽど大人だな。お前に意地悪されてもちゃんとガソリン満タンで返してくれて。見習えよ。後ろから達也がニヤニヤしながら近づいてきた。ちょっと車の中を調べてみるわ。ああ？お前まだめぐみのこと疑ってるのかよ。本気で怒るぞ。溺愛する妹の善意を疑われて激高する兄。そもそも俺だって本当は車で通勤したいのに、舞子が使うって言うから我慢しているんだぞ。達也の言葉を聞いて私はひらめいた。じゃあ明日は私車を使わないから達也が車で出勤していいわよ。マジで？やった。明日は朝一で大事な会議があるんだよ。ガソリンも満タンだしラッキー。明日が楽しみだわ。私は喜んで家の中に入っていく達也の後ろ姿をじっと見つめるのだった。そして翌朝。車で通勤とか快適だな。行ってきます。大事な会議があるためお気に入りのスーツを着て家を出た達也。しばらくすると駐車場から彼の悲鳴が聞こえてきた。やっぱりあの子何か仕組んだわね。私は呆れながら外に出る。痛い痛い。え？想像以上に達也が騒いでいるものだから私は少し尻込みしてしまう。近づいていくと彼のスーツの背中部分が切り裂かれていた。舞子どうなってるんだよ。座った途端背中に何か刺さって。あの子何をしでかしたのよ。ぞっとして私は運転席のシートを確認した。するとちょうど真ん中あたりに光るものが。なんとそこにはカミソリの刃が仕込まれていたのだった。嘘でしょ。もし自分がここに座っていたら、私は背筋が凍った。どういうことだよ、これは。知ってるでしょ。昨晩めぐみちゃんが車を返しに来てから、誰もこの車には乗っていないわ。達也は納得いかない様子だったが、腕時計を見てハッとする。やばい、遅刻する。達也は急いで引き替え、慌てて家を出て行った。電車、間に合わないだろうな。ほんの少しだけ達也のことが不憫になったが、それにしてもあの子は一体何を考えているのだろうか。犯罪レベルのことを平気でやってしまう彼女とは本気で距離を置かなくては。でないと自分の身にも、もしかしたら大事な娘にまでも危険が及んでしまう。恐怖で何も手につかないでいると電話が鳴った。相手はあの子だ。はい。あんたのせいでお兄ちゃんに怒られたじゃない。彼女は電話の向こうで怒り狂っている。いくら妹でも今回の件はさすがに怒ったのね。達也がようやくまともになってくれて少しだけほっとする。てか、なんでお兄ちゃんに乗らせるのよ。せっかくあんたが怪我するようにカミソリの刃を仕組んだのに。彼女は自分の過ちをペラペラと暴露し始めた。悪びれる様子もない彼女に私は一言。責任はしっかり取りなさい。そう言って電話を切った私はすぐにある人物に電話をする。そういうことなので、はい、お願いします。その人物は今晩うちに来てくれることになった。これ以上彼女に好き勝手させないわ。私はパソコンに向かい黙々と作業した。そして夜、達也は帰宅後からずっとピリピリしている。どうやら大事な会議にもかかわらず遅刻し上司から怒られたらしい。さらにお気に入りのスーツもダメになり、ずっと眉間にシワを寄せている。エリは？今日はお友達の家に泊まるって。エリに揉めるところを見せたくなくて、今日は近所に住む友達の家に泊まってもらうことにしたのだ。おそらくエリは何かしら感づいているに違いない。私はお母さんの味方だよ。出かける間際にこう言ってくれたおかげで、私は毅然とした態度でいることができた。その時インターホンが鳴る。遅くなってしまい申し訳ありません。失礼します。ほら、入るぞ。やってきたのはあの子の夫、直樹さんだ。そう、私が日中電話をかけた相手は直樹さんだった。そして彼の横にいる彼女は膨れっ面をしていた。さすがに今回のように人に怪我をさせるようなことは報告した方がいいと判断し、今までのことも含めて全て報告したのだ。私の妻がご迷惑をおかけして本当に申し訳ありませんでした。たまに車をお借りしているとは聞いていたんです。ガソリン代を渡していたんですが、受け取っていないんですね。はい、一度も受け取ってはいません。直樹さんは彼女を睨みつけた。めぐみ、どういうことだ？ガソリン代はどうした？そんなに頻繁に車でどこに用事があったんだ？いつも穏やかな直樹さんが声を荒げたことに、めぐみさんは顔を歪めた。うちの車、ドライブレコーダーついていますから、行き先はわかりますよ。そう言うと彼女は慌てふためく。買い物よ。隣町に良さげなお店があって、無農薬や無添加のものが売ってるのよ。直樹にいいもの食べさせたくて。割高だからガソリン代も買い物に使っちゃったの。必死に言い訳を並べる彼女に、直樹さんは冷たい視線を送る。秀俊って誰だよ？え？一緒に車乗ってただろ、秀俊と。彼女は黙り込む。正直に言え。ドライブレコーダーは車内の音が録音されてるんだよ。実は私は早い段階から彼女が浮気していると予想していた。ペーパードライバーだった人がガソリンが空になるほど一人で遠出するはずがない。そう直感し、ドライブレコーダーを確認した結果、浮気の事実をつかんだのだ。彼女が心を入れ替えてくれるのなら黙っておくつもりだった。しかし、達也をうまく味方につけ、好き放題する彼女はどんどん調子に乗っていった。しまいには犯罪レベルのことまでしでかしたため、私は容赦なく直樹さんにドライブレコーダーのデータを送ったのだ。彼女はしくしくと泣き出した。ちょっと遊んだだけじゃない。直樹が仕事ばかりで遊んでくれないからでしょ。そして泣きじゃくりながら私を睨みつけた。あんた、やっぱり最低だわ。あんたが怪我すればよかったのよ。ふざけるな！直樹さんの怒鳴り声に彼女は震え上がる。舞子さん、本当に申し訳ありませんでした。直樹さんが深く何度も頭を下げた。直樹さんは何も悪くないのに、むしろ浮気された被害者なのに。彼のことがいたたまれなくなった。人に平気で怪我をさせるような人間とは家族ではいられません。まさか自分の愛した人がこんなことをするなんて、彼も相当ショックを受けているに違いない。頭がごちゃごちゃで、すみません。先に帰ります。待って、直樹。ねえってば。直樹さんは彼女の手を振り払い、うなだれたまま一人で帰っていった。そんな直樹さんの様子に、ようやく彼女も事の重大性を認識したようだ。彼女はへなへなと座り込んだ。ようやく自分の悪事に気づいたわね。しかし、もう一人救いようのない人がいた。めぐみは悪くないよ。直樹くんはひどいやつだな。平気で嘘をつき、人のものを勝手に盗み、狂気で人を傷つけようとする。さらに浮気してパートナーを裏切る。こんな常識のない女を今もなおかばう達也は、この女と同じくらいやばいやつだと感じた。ねえ、達也。あなたにとって私は何なの？どんなにこの子が非常識なことをしても、あなたはこの子の味方をするわよね。浮気もそう。この子が絶対に悪いのに、なぜあなたはこの子をかばうの？達也はこれまで苦楽を共にしてきたパートナーだ。最後に目を覚ましてほしかった。しかし、彼の答えは残念なものだった。所詮お前は他人だろ。血のつながっている可愛い妹をかばって何が悪い。そう言って開き直る達也。はあ、もう終わりにしましょう、私たち。私は静かに離婚を決意したのだった。その日のうちに私は実家に連絡。翌日、達也が仕事に行っている間に、私はエリを連れて実家に戻った。数日後、私たちが出て行ったことに気づいた達也から、鬼のような着信が入っていた。仕方なく出てみると、40を過ぎたおじさんが泣いてすがってきた。舞子、悪かった。離婚だけはしないでくれ。今さら何を言っているのか。私はそんな達也を断固拒否。妻を疑うような人と一緒にいたいわけないでしょ。でも、エリにも父親が必要だろ。昔のお父さんは好きだった。でも、お母さんを大切にしない今のお父さんは、私は嫌いよ。娘からも軽蔑され、達也は相当ショックを受けていたが、自業自得だ。今後は弁護士さんを通してね。直樹さんのつてで紹介してもらった弁護士さんに介入してもらった結果、財産分与と養育費の話もすぐにまとまり、1ヶ月後には晴れて離婚することが決定した。一方の直樹さんもまた、しばらくするとめぐみちゃんとの離婚が決まったと教えてくれた。あちらは彼女の浮気が原因のため、直樹さんは彼女に慰謝料200万円を請求するのだという。別にお金が欲しいわけじゃないんです。ただ、しっかりと反省してほしくて。私も同じです。20年近く寄り添ったパートナーを裏切ったことをしっかり後悔して、向き合って生きていってほしいですね。私たちも幸せになりましょう。もう、直樹さんと会うことはないだろう。最後に私たちはお互いの幸せを願って固く握手を交わした。それから1年が経過。お母さん、今日友達がうちに泊まりに来たいって。いい？いいわよ。夜ご飯何にする？唐揚げ作ってほしい。お母さんの絶品唐揚げ、友達に食べてほしいもん。そんな嬉しいことを言われたら、お母さん張り切っちゃうよ。私たちは顔を見合わせ、笑い合う。私は今、エリと2人でアパートに住んでいる。実家も実家で安心感があり快適だった。でも、実家からエリの高校まではなかなか距離があったため、私たちは思い切って高校の近くにアパートを借りることにしたのだった。お金は大丈夫。実はずっと続けているアクセサリー販売で、私は離婚前から元夫と同等の収入を得ているのだ。元夫にはそれは言っていなかったし、彼もまたそんなに私が稼いでいるなんて思ってもみなかっただろう。だから、車もガソリン代も自分が払っているとうぬぼれていたんだろうな。離婚してよかったとつくづく感じた。ところで、問題児、めぐみちゃんだが、彼女は直樹さんから家を追い出された後、達也が今暮らしている小さなアパートに転がり込んできたらしい。お兄ちゃん、ちょっとお金貸してくれない？相変わらず働いていない彼女は、悪びれる様子もなく、達也にお金をたかっているらしい。この子はまた、同じ過ちを繰り返すだろうな。この子には本当に彼女を大事に思ってしっかり叱ってくれる人の存在が必要だと思う。そう、甘やかすだけの達也みたいな存在ではなくて。離婚後、一度だけ私は達也からの電話に出たことがある。その時彼はようやくめぐみちゃんの言動の身勝手さに気がついたと言っていた。あなたがめぐみちゃんをこういう風にしたのよ。可愛い妹の面倒、最後まで見てあげてね。じゃあ、他人の私たちには金輪際関わらないでね。それ以来、私は元夫とは連絡を取っていない。私は娘と新しい人生を歩んでいるんだ。それは想像以上に穏やかで小さな幸せにあふれていた。お母さん、唐揚げ作り手伝うよ。いいの？うん。お母さんの味を自分で作れるようになりたいんだ。娘と2人でキャッキャ言いながらキッチンに立つ。そして娘の友達も含めてワイワイと食卓を囲む。なんて幸せな日常なんだろう。思い切って離婚を選んで本当に良かったと思う。私、お母さんみたいになりたいんだ。私は何の資格もないただの主婦よ。謙遜するとエリは首を横に振った。誰よりも正義感が強いじゃない。間違っていることはちゃんと指摘してくれる。そんな強い女性になりたいな。私のことよく見てくれていたんだな。嬉しさがこみ上げてきた。将来娘がどんな強い女性になるのか楽しみで仕方ない。